こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではファッションのユニフォーム化について少しお話をしたいと思っています。僕のこの YouTube チャンネルなんですけども、今だいたいですね、週に4本とか5本ぐらいのペースで撮影してるんですね。そうなると意外と困るのが、毎回どんな服着ようかなっていう問題なんですね。僕も持ってる服の量には限りがあるので、毎回違う格好をするわけにもいかないし、着こなしばっかり考えてると漢字の中身よりもそっちの方に気が取られてしまうので、なかなかですね、難しいなというふうに感じてるんですね。そこで最近ですね、僕はユニフォーム化という考え方を取り入れることにしました。 YouTube においてもこれとこれは固定化してしまって変えずに行こうというのを決めたんですね。例えばですね、僕が今着ているこのネイビージャケット、僕の本だとか発信ではこういったネイビージャケットを押すことが多いんですが、僕の中の象徴的なアイテムですよね。これをもうユニフォーム化しました。固定化したんですね。毎回これ着てると思います。これはユナイテッドアローズグリーンレベルで去年買ったものなんですが、結構使い勝手が良くて、これは毎回着ようという形に決めました。そしてボトムスは最近あんまり見えないんですけどね、グレー系のパンツを合わせています。このネイビーのジャケットにグレーのスラックスというのはジャケパンスタイルのもう王道なんですね。ここを一つの基盤にして、あとは内側に着るものですね、これを T シャツにしたりだとか、あとはバンドカラーシャツという襟がね、普通の襟ではなくてバンド状のものですとか、普通の襟のシャツですとか、あとはニットを着ることがあるかなと思いますね。基本的にはジャケットとボトムスを固定して内側に着るものだけを変えることで印象を変えるようにしています。そう考えるようになったら毎回の撮影がめちゃくちゃ楽になったんですよね。ですので皆さんにも日頃の着こなしにおいて、このユニフォーム化という考え方をぜひ取り入れていただきたいなと思っています。例えばですよ、休日に履く靴なんていうのはバリエーションたくさん必要ないんですよね。僕もいろんな靴を持っていたんですが、サクッと履けるもの、どんな着こなしにも相性がいいものっていうものは限られていて、例えばホワイトのレザースニーカー、スタンスミスみたいなものですとか、ブラックレザースニーカーですとか、あとはシンプルなニューバランスをですね、M1400 とか、こういったものであればどんな着こなしにも馴染みやすいので、どれかをですねユニフォーム化しちゃうとすごく楽だと思います。例えば白のスタンスミスをユニフォームとして固定化してしまう、これものすごく楽だと思います。あとボトムスに関してもたくさん種類がありますが、実はそんなにボトムスって視界に入りにくいですね。実際僕の今の動画でもボトムスってほとんど映ってないんですよね。これは人の印象においても同じで、普段僕たちは人の顔を見て話すので、ボトムス何履いてるのかってそんなに記憶に残らないんですね。ですのでそこはもうシンプルにボトムスは1本これと思うものをユニフォーム化してしまうと便利かなと思っています。例えばブラックジーンズでユニフォーム化するっていうのもいいと思うし、ブルージーンズでユニフォーム化するのも良いかなと思います。こういった具合にもう着るものを決め打ちしておくとめちゃくちゃ便利なのかなと思っています。そしてアウターなんかもそうですね、これからの時期でしたら春コートですね、ステンカラーコートというものをユニフォームにしてしまう。あとは内側に着るものですね、ニットですとか T シャツですとかシャツ、ここだけを変えるだけでも全然雰囲気が変わってしまうんですよ。ですのでアウターですとかボトムスですとか靴に関してはある程度固定化しちゃう、ユニフォーム化するというのがめちゃくちゃ便利かなと思いますので、ぜひ皆さんにも取り入れていただきたい考え方かなと思っています。で、今回の動画ですごく大事なのは、人の印象っていうのは結構上半身で決まりますよってとこなんですよ。ですので僕のように内側に着るもので雰囲気を変えるというのが非常に効果的だと思ってます。T シャツの色を変えるっていうのもそうですし、ニットを着るにしても様々なカラーバリエーションがありますよね。そこで変化をつけるというのもいいと思うし、シャツであっても襟があるものとないもので雰囲気は全く違いますので、そこで変化をつけるのもいいかなと思いますね。そう考えると僕も結構この内側のものだけバリエーション揃えた方がコスパがいいなというふうに最近感じるようになりました。このようになるべく手間をかけないこと、そしてあまりお金をかけずに印象を変えるということを意識すると、今後の服選びぐっと楽になるかなと思っています。そしてもう一つ大事なのが、こういったユニフォーム化するアイテムに関してはケチらないでいただきたいということですね。例えばボトムスなんかはいいんですよ。ボトムスはブルージーンズにしてもブラックジーンズにしてもユニクロのものはすごくよくできてるし、そんなに視界にも入らないので、これは予算を抑えてもいいかなと思うんですが、例えば靴だとかジャケットだとか
アウターですとか、こういったアイテムに関しては少し背伸びをしてセレクトショップのオリジナルとかを買ってもいいのかなと思っています。僕のジャケットはユナイテッドアローズグリーンレーベルですし、コートに関してはエディフィスですとかナノユニバースですとか、こういったものを使うことが多いです。あと靴に関しては、セレクトショップのオリジナルもいいですが、スタンスミスですとかニューバランスでも9000円以下のものではなくて1万5000円以上のものとかで固定化すると、こういったユニフォーム的なものってしょっちゅう着るものなので、その質があまり低いと気持ちが上がらないので、少し価格帯を上げてみるとバランスが良いのかなと思っています。ぜひこのユニフォーム化という考え方を取り入れながら、日頃の着こなしを効率化して楽しんでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。